ねじる動作と下半身のリードをこうミックスしていくと、クラブが頭の後ろにあるクラブをそのまま離してしまえば絶対に後ろにクラブが落ちるはずです。皆さんこんばんは、体ゴルフ原田修平です。いつもご視聴ありがとうございます。まだチャンネル登録してない方はここでポチッと押していただければ幸いでございます。今日のテーマはインサイドにクラブを入れるというお話ですけれども、やはりクラブをインサイドから入れるテクニックというのはちゃんとあって、それをちゃんと実践すれば誰でもちゃんとクラブを内側から強いボールを打つことができるんですね。アウトサイドインでどうしても悩んでいる方、まずは今日やる3つのドリルをきっちりと覚えていただければ必ず内側から強いボールが打てますので、しっかりと実践練習をやってみたらいいかなと思います。それでは動画の方に、レッスンの方に移りたいと思います。どうぞ。クラブをインサイドから入れるっていうね、お話ですけれども、クラブをどのようにしてインサイドから入れるかというと、この手首のねじれ、これをうまく利用します。どういうことかというと、肘を下向きにしたまま手首を内側、内旋方向にねじるという、ね、内旋させるということです。バックスイングをしたときに肘が下を向く、これは大前提として考えて、このトップの位置からダウンにかけてですね、この手首をどのようにねじっていくか、この方向ですね。クラブの向きをこのようにフェースの向きをこう変えていくような形でダウンスイングに入るんです。そうするとクラブがインサイドから入ってくる。クラブをこのようにねじる動作と下半身リードをこうミックスしていくと、クラブが閉じながら少しねじれていくんですね。まあ、この動作だけでいうとこういう風にフェースが閉じて上から下にアウトサイドインのようなイメージになるんですけど、クラブが後ろにある状態からするとこのような内側から回していくような手首の使い方になります。この手首は逆方向ですね。この外旋の方向に回転するとフェース面が開いてしまってアウトサイドインになってしまう。このようにねじってください。でねじる動作をこうくるくる回すような、まあ、パチンコのねレバーをこう回すような、このようなねじる動作、レバーを回すような、動きをしていくとクラブが一度後ろに倒れていってから、そのままフェース面を前に倒していくと、これはアウトサイドインになってしまう。インサイドからクラブが入りませんので、トップからダウンにかけてこの腕、肘全体のねじれ感を出してください。そうするとクラブがインサイドから入りやすくなります。野球のね、投げるピッチャーの投げる瞬間の腕のねじれみたいな、そんなような感じですね。まあ、そのような腕の使い方を覚えると、クラブが一度遅れてインサイドから入る。ここですね。ここで肘をねじる。手首をねじるんですね。まあ、そうするとシャットフェースになると。少しシャット方向にフェースが一度閉じるような動作。そして、クラブが寝る動きと相殺するような感じになるんですね。テイクバックはやはり少し外から、そしてダウンで寝るような。この方がインサイドから入りやすいです。いきなりインサイドに引かない。ここがポイントにはなってくると思います。肘から上の内旋、外旋の動き、インサイドから入れる手首のねじれ、覚えてください。で、次に、クラブを離してインサイドから入れる方法という話ですけども、トップからダウンにかけてどうしても強く握りすぎてしまい、外からクラブが入ってしまう。そういう方はまず、クラブの運動のね、落ちる方向をまず理解してください。クラブは重力で落ちる。つまり重力、自重落下というやつですね。外から入るんじゃなくて、この位置から落としていくと、ちょうど真下に落ちる。要するに背中側から落ちてくる感覚になるはずです。外から降りてくるはずはないんですね。重力は下に向かうので、その後に、ボールのヒットするときはね、もちろん右手を使うんですけども、いきなり右手を使わない。練習ドリルはトップの位置、からですね、重力を利用するので、一度手を離す。トップの位置自体はね、頭の後ろに手があるはずです。その頭の後ろにあるクラブをそのまま離してしまえば、絶対に後ろにクラブが落ちるはずです。これがいわゆる自重落下。この後ろにある、存在している状態で、トップからダウンで一瞬間を作って、落とすような、ここに離していくような感覚になると、アウトサイドインは治る。つまりインからしかクラブは入りません。アウトサイドインの方は手を離すと前に倒れる。前に落ちてしまう。前に重力を使ってしまう。まずは後ろにクラブを下ろす方向で重力を使う。重力を利用するということですね。で、その後に、ベルトの位置前に手が降りてきてから、しっかりと右手を使うというか、前に、アウトサイドというか、前に倒すような動作は必要ではあります。ただ、トップからいきなり前に倒すとすると、アウトサイドになってしまう。ここから切り返す瞬間は重力を利用し、インサイドからクラブを入れていく。この背中側から降りる感覚が一瞬でも感じるかどうかがとても大切になります。この一瞬ですね。この一瞬、この間がとても大切になってくるということですね。切り返しでいきなり叩きに行く方っていうのは、この重力、自重落下を利用することができない。まあ、トップで一回間を作ってから打つような、まあ、急ぐな、切り返しを急ぐなとか、そういう話とこの、今の、お話がリンクします。トップの位置からここで離す。一瞬、前に倒れるような形にならず、後ろに下がってから倒す。この間を作れるかどうか、これがインから入れるテクニックということになります。そして最後に、インから入れる具体的なドリル。膝立ちスイングですね。インサイドからクラブを入れるという動作というのは、まあ、なかなかですね、どのぐらいの、どういうイメージかってわからない人が多いですね。どのぐらいインサイドなのかとかね。で、まずは、インサイドっていうのは、まあ、要は下から入るってことなんです。やや下から入れるということで言うと、まあ、まずはドライバーなので、下からこのように入れる練習をしていけばいいんですけれども、まあ、若干右にボールが飛ぶような形になる。で、これを目安としては、若干、こう、膝立ちになるとですね、低い位置っていうのがわかるはずです。高い位置、このまま高い位置から降りてくればこれアウトサイドインなので、この下からクラブを入れて、ボールを高く打ち上げるような感じですね。膝出しスイングで普通に振ってしまうと、やはり低い球になってしまう方が多いんですね。で、ややインからクラブを入れることができれば、高い球、このようにね、低い球になっちゃうんですね。どうしても外から入りやすくなってしまう。まあ、これがアウトサイドインということになるんですね。このような形で。で、これがなかなかわかんないですよ、自分でね。だから、内側からどのように入れていくかっていうのを目安としては、この膝立ちスイングで、こうトップからダウンで少し下から入れる。やりすぎればもちろん、地面叩いてしまうんですけれども、まあ、その目安というものも勉強になります。トップの軌道よりちょっと内側から。そうすると高さがこのように出ますね。ここで下からクラブを入れる。そうするとこのぐらい高く。だから、膝出しスイングでドライバーで、やや右側に高いボールが打てるかどうか。ここが内側から入れるテストということになります。どうしてもね、やりすぎればもちろんダフるし、怖がって外からこのように打っていると、低い左にしか飛ばないですね。まあ、ですからこのように、低く左に飛ぶことも今ね、ちょっと失敗ですね。ありますが、このようにきっちりと打てれば、内側から入れて、球を高く打ち上げることができます。このようなスイング。ここを何度もやって高く上げれるようになってからもう一度通常のアドレスをして内側からクラブを入れる。膝立ちスイングでね、内側から入れてちゃんと当てれれば、このように立ってスイングすればかなり容易にインから入れてボールを打つことは可能です。このように何度も練習した後に通常の構えから打っていくと、微妙にやや内側から入れる。このようなテクニックを覚えることができます。ということで、インサイドから入れるスキルアップドリルに入ります。ドリルはまず手首をねじる動作ですね。ねじることでフェースをシャットにし、そして内側から入れて内旋、内側にねじることでフェースがこのように閉じる動作になります。閉じながら体の回転でクラブがインから入る。まあ、フェースがねじれてくるからシャットになるんで、インから入ってもフェースが開いてないので右に飛ばない。このねじれる動作を覚えてください。この逆側にこの外旋というかね、こう、腕相撲でこう手首を中に巻き込むようなこんな動きはアウトサイドになってしまいます。いや、手首が負けてねじれてしかも折れてる状態ですね。そうするとこのようにドアノブをねじる、ドアノブを動かすようなこのようなねじれ方をしてダウンスイングに入るということが言えます。そうすれば綺麗にクラブをなぞるんじゃなくて自然とインサイドからいやシャットな感じでですねインサイドからこのように入れていくことが可能になります。で、次に自重落下、クラブが落ちる動作ですね。手を離してみるとどこで離れるかですね。後ろ側、背中で離れるかどうかがポイントになります。それがそのままね、外にこのように離れてしまう方はアウトサイドになってしまうという目安になるので、このドリルをしっかりやってください。まあ、実際のスイングでは間を作るような感覚ですね。この後ろに離す感覚がとても大切で、最後に膝出しスイングで打ってみるとアウトサイドインの方は球が上がらないんですね。インサイドから下から入れるという動作をしっかりと覚えるために膝出しスイング、そしてその後にインサイドから入れる。アウトサイドインだといくら膝出しスイングをしてもね、球が上がらないということですね。右斜め上に球が上がる、右プッシュボールをね、膝スイングからやっていくと、インサイドから入れるテクニックを覚えることが、できます。インサイドから入れる方法、自重落下、そして手首のねじれ、最後に膝スイング、この3つで、しっかりとインサイドから覚えてみると、ボールがしっかりと高く、強いボールが打てます。皆さんやってみてください。札幌のゴルフスクール、原田ゴルフ動画レッスンチャンネル。最新動画見逃したくない方は、まずここをクリックしてチャンネル登録をしてください。そしてその後にこのベルマークをクリックすると常に最新動画が通知されます。ぜひ登録をよろしくお願いいたします。最新動画がアップされる夜7時にお会いしましょう。